北朝鮮による拉致被害者全員の一括帰国を求める国民大集会に出席した岸田総理大臣は日朝首脳会談の実現に向け私直轄のハイレベルで協議を行いたいと表明しました首脳会談を早期に実現すべく私直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと考えております。 集会では、拉致被害者横田めぐみさんの母、早紀江さんが、総理にお願いしたいのは、金正恩総書記と1対1の対面などと述べました。岸田総理は改めて首脳会談に意欲を示し、対局間に基づきあらゆる障害を乗り越え、自ら決断をしていくと述べました。